でもドライ感が出てきた感じですけどね。体重何キロぐらい落としたんですか。いやもうちょっと前回の動画から全然落ちてなくて。でもまあ体重はでもだいぶドライ感出てきたんじゃないですか。腹筋しっかり入れたいですけどね。こうやってポーズ取るの大事ですけどね。肩とか大きいからですね、まあ、見ながらチェックしてですね、はい、体重落ちたような感じはしますけどね。あ、本当ですか。手を前に合わせたらどうですか。まあ一生懸命やられてますからね。いやまあなかなか結果が出ないので。大学まで野球やってた方がね真剣にやるとどれぐらいになるか楽しみですね。いやまだ結果が。おいくつだったですかね。今33ですね、うん、それがバリバリのスポーツなんか今やりますからね。いやもう今多いので動画とか見てても、うーん、もう羨ましい体の方たくさんいらっしゃるんで。いやいや、そこそこ運動ができてた方ですからね。どれぐらい変わるかですね。あの一緒に来てる友達もでかくはなりましたね。そうですね、もう彼みんな見ててもすごいなと一人一人タイプが違うからですね。はい、もうどんどん大きくなるので最近いい人が多いからですね。いや本当羨ましいなって思いながら見てて、まあ、でも変わる方でしょうけどね。いや体質的には向いてるでしょうけど、もうそろそろこう結果が出てきてほしいなって思う部分もあるんですけど、まあ、これ競技になるともう野球と一緒ですからね。野球うまいでしょうけど、もっとうまいやついるでしょ。いやたくさんもう最初からうまいやついますよね。はい、だからそういう人たちが努力しないとダメじゃないですか。いやでも、もうそういう方々がやっぱ本当たくさんいらっしゃるので。今のフィジークって向いた人が努力してますからね。はい、だからやっぱなかなかきついです。いやすごい、ま、でもそれが競技ってことですからね。まあそうですね、もう競技に参加するならそれは覚悟の上でですね。もうそうですね、もう簡単にはならないですよね。いやもう本当簡単なことじゃないなって今感じてます。運動やったことない人はすぐなると思うんですよ。はい、あと野球と一緒ですから。はい、簡単にならないですよね。いやですね、もうで諦めたらならないですよね。あ、まあそれは、はい、大学まで野球やっててやっぱり最初は大したことないやつでも伸びた人もいるでしょ。そうですね、もうもちろん最初うまくて消えてった人もいるでしょ。もう当然ですね、たくさん、はい、そういう方もったいないなって思いますけどまあ我慢とかまあいろいろあるでしょうけどね。はい、だからフィジークも競技になるとやっぱりなかなか大変ですよね。いやもう本当大変な、もうこれ競技だなって思います。今年私も5年ぶり出たけど層が厚くなってるからですね。はい、あもうなかなか大変だと思いますね。今から若い人はですね、動画見せてもらっててもすごい、あうちの動画見て参考になると思うけど、はい、やっぱり今、うん、高校ぐらいからやってたらなんか話もまた別ですからね。いや若い方が本当たくさんですね参加されてて。そうですね、まあうちの動画も参考になると思うんですけどね、はい、まあ来年ね大会出る方向で頑張られたらいいですね。いやもう本当目指せる体を作りたいっていうので今頑張ってます。本当今でも大会出なくてもいい体になるでしょう、ね、大会レベルが上がれば大会出なくてもいい体の人たくさん、いやたくさんいらっしゃいますねもう何でもこれキリがない作業ですけど、うちの YouTube でものすごい体になるのも手ですよね。いやなれればかっこいいですけど、確かに YouTube もいい体だったら回ってますもんね。それはもう大会うんぬんじゃないですもんね、はい、いや見ちゃいますね、うん、でもそういう人たちは大会でもいい成績出すでしょうけどね。参加されたらですね、うん、はい、まあでもその大会出て欠点があったりするからですね、うん、なかなか難しい面もあるかもしれないけど、まあどんな体になるかちょっと楽しみですね。いや引き続きは本当継続してやっていきたいなとは思います。ずっと固めてください、まあ出ていただきますのでよろしくお願いいたします。いやもう引き続き頑張ります。